奈良で一番美味しいラーメンを食べた。いろんなある方も多くおられると思いますが、実際はどうでしょうか。さあ、そこで見こう。午前11時前にはお客さんが並んでいます。それと店の方は近隣のコンビニに車を止めることに敏感になっています。おすすめの豚チキ醤油ラーメン850円、税込みではなく、今回はおすすめの豚チキチャーシュー麺1050円、税込みを注文しました。見た目印象的なのが泡立ったスープ、こってり濃いめの味です。食べて印象的なのはトッピングの多くのチャーシューと麺は、そして味玉。チャーシューはレア気味で弾力があります。肉がいいのか調理法がいいのか驚きのレベルです。メンマはみずみずしい、癖が少し残っていますが柔らかくみずみずしいです。ネットで写真を見た感じではもっとチーズっぽいかなと思いましたが、醤油ベースです。何かあと一味あれば最高だと思いました。